ナルト、ナルト渦潮、徳島商業など公立勢が強さを発揮する徳島県。今年新体制で浮上を目指す学校があります。それが海部高校です。ソフトバンクの守護神森投手の母校でもある海部は、1964年に統合された学校の一つである徳島海南として選抜に初出場、初優勝しています。近年初戦敗退が続いており、この春も初戦敗退。新たに監督に赴任したのが杉本監督です。杉本監督は西部ガス、東洋大などで監督を務めてきました。今回はそんな海部に密着しました。海部は徳島県南部の海士郡海陽町に所在します。自然豊かな海陽町は観光面も有名な町です。校舎に入ると甲子園出場を称えた石碑があり、野球部のグラウンドもあります。また同校には学校として寮もあります。取材日では対外試合も行われており、杉本監督がノックを行っていました。そして学校に戻って練習を行います。これまで社会人野球、大学野球の現場にいた杉本監督でしたが、高校野球は念願だったと振り返ります。そして監督に就任しての思いを語ってもらいました。ずっとその社会人とかっていうところでの、そのプレイヤー、それから監督っていう形になったので、まあ、でも最終的に行く先っていうか、僕の夢は高校を卒業するときに書いた、それがなんか文集かなんか知らないですけど、記念のなんか卒業記念のところに書いた本、あの部分についてはもう、僕の指導者になって帰ってくるっていうのが僕のその夢だったものですから、まあですから今回についてそういうようなところで、まあ大学はもう5年っていうふうに最初から決まってたので、まあ、まあその後、その、まあ、この今母校に帰ってきて、まあ野球でほっとすると、まあちょっとかっこいい良すぎるんですけど、野球にやっぱり恩返しじゃないですけど、でそれで、まあ、ちょっと元気のないこの自分の生まれ故郷に野球を通じて何か、貢献できればいいかなっていうのが本当にあの部分ですかね、はい。また地元徳島に戻ってきて、杉本監督自身大きな気づきがあったようです。改めて帰ってきて、全く自分が この地域のことを知らなかったんだなっていうふうに思います。綺麗な目してますね。はい、もう本当に野球が好きなんだなっていうのと、まあ、どういうふうな立場であろうとも、多分、自分たちが甲子園行きますって言ってそうするとプッて笑われるかもしれないですね、あの周りの方たちに、イエーって。でもそれでもやっぱり彼らは本当に強くなりたい、正直に思ってるって僕は感じますので、そこはすごいなっていう、新鮮、こちらとしては新鮮ですかね。その中で海部高校の選手たちにどんなことを伝えようと考えているのでしょうか。まあ、自分の、そのコーチングっていうようなところについてのまとめてるものがあって、で、それについて、はそのまま、自分の、今ある知識でどうやって彼らにアプローチするかっていうのは考えてるし、で彼らについても、その僕は高校野球をの監督なんてするって、もう途中から夢だったですけど、途中からはもう、会社の方もありましたし、だからその時に、
作ったその勝利へのヒントとかっていうのもここに、 ここに、あるんですけど、うんうん、それも、まさか自分が使えるなんて思ってなくて、いろんな方にこういうふうな、まあ、とりあえず文字にして落としてみたんだけど、これ使ってみるっていうふうなことを言ってたんですけど、それが まさか自分で、使えるなんていうことはちょっと思わなかったので、まあ、それに沿って、簡単なことまるっきり本当に、基本的なことをしっかり教えてあげれば、で僕は彼らには言ったんですけど、技術論は今スマートフォンの中に腐るほどあるんで、だからそうじゃなくて、そこの技術論にいつまで野球ってどういう風なスポーツなのって、いうのを、とりわけこう分かりやすく説明してあげたいなっていうふうに思ってます。選手たちは杉本監督と1ヶ月ほど過ごしてきた中でどんな発見があったのか。これまで習っていたことと全く違うことがあったり、細かいところまで教えてくれるので、とても毎日の刺激になっています。今までと考えがすごく違うことがあって、すごくその野球自体の考え方もすごく変わって、すごく勉強になっていて、これからも練習も一生懸命頑張っていこうと思いました。来たる夏に向けて現在感じているチームの課題についても語っていただきました。チームの雰囲気っていうのはそうなんですけど、チームがもっとテキパキして好きのないようなチームになっていこうと思います。しっかりその監督からも細かいこととか言われるので、それをしっかり理解して自分のものにして、チームをしっかりいい雰囲気で臨めるようにしたいです。最後に意気込みを語ってもらいました。夏は優勝できるように一日一日大切にして、夏までにはチームを作り上げていくように頑張ります。監督に2勝しようと言われているので、その2勝をしっかり成し遂げれるように一日一日精一杯練習に励んでいきたいと思います。杉本監督にも意気込みを伺いました。キャプテン、それからみんなでチームとして2つ勝とうっていう、これが目標なので、夏に対して、それを実現できるように、精一杯、僕の持ってる知識、知恵を、全て、積み込んで、2勝できるように頑張っていきたいなと思います。海部高校野球部の皆様、今回はありがとうございました。夏ではどんな戦いを見せるんでしょうか。